ジーブラウングッドットトロルトン、HB イン、オーシャニック・イクシーラジー鋭いハタチウオは、鈴木クサバ・アモクタチウオカに属する魚類。海遊魚。世界中の、熱帯、温帯域の沿岸から大陸方にかけて生息する。日本では、北海道から、九州南岸の沿岸部のほか、瀬戸内海で、漁獲量が多い。 体長は1 5 0トルから最大で2 3 4トル。名前の由来は、金属光沢で平たく細長い体型から、立ち魚、あるいは、水面の獲物を狙い垂直に立って泳ぐ習性から、立ち魚とされる。銀色に輝くのは、グアニン質の層で覆われているためで、体表に鱗を持たない。胸びれは発達せず、尾びれや腹びれは退化している一方で、 背びれが大きく発達し、運動は主に背びれを波打たせて行う。頭は尖っており、一見栄妄想な、鋭く発達した歯が目立つ。体は全体に左右に平たく、幅は指4本などと表現される。生きている間はやや青みがかった金属光沢を持つが、死後ほどなくすると灰色がかった銀色となる。体表のグアニン層は、 人が指で触れただけですぐ落ちるほど落ちやすいが、生児は常に新しい層が生成主体を保護している。かつては銀粉を採取し、セルロイド製の文房具や模造真珠、マニキュアのラメに用いられた。産卵期は6から10月。稚魚や幼魚のうちは、甲殻類の浮遊妖精や小さな魚などを食べている。生魚はカミソリのような歯で小魚を食べるが、 時には、イカや、甲殻類を食べることもある。ただし貝やエビなど、硬い殻を持つものは、一切口にしないことから、漁師たちは、タチウオは歯を大事にすると言い習わしてきた。この鋭い歯は、人の皮膚も容易に切り裂くため、生きているタチウオを扱う時には、手袋などをして、身を守ることが推奨される。泳ぐ力は弱く、餌の魚に追いつかないため、 餌が近づいてくるのを待っている。生魚と幼魚とは逆の行動パターンを持ち、生魚は夜間は新書にいて日中は髪型に移動し、特に朝夕は水面近くまで群れて祭事をするが、幼魚は日中は泥底の上の100メートルほどの場所で群れていて、夜になると髪型へ移動する。潮流が穏やかな場所では頭を海面に向けて立ち泳ぎすることがある。 場所によってはこの立ち泳ぎが群れになることがある。これは、潮流によって立ち魚が一箇所に流されてきたという説と、敵から逃げる際に体に当たる光を目くらましにするためという説がある。潮流が早い場所では立ち泳ぎができないため、この光景は見られない。その外観が銀色で立ちに似ていることより、立ち魚と名付けられた。別名に立ちの魚、立ち。 白なぎ、白を、サワベル、シラガ、カトラスなどがある。英名の由来は、和名の由来と同じようにその外観が、カットラスと呼ばれる湾曲した葉を持つ剣に似ている、ことから、カットラスフィッシュと呼ばれる。また、サーベルフィッシュと呼ばれることもある。日本近海に分布するタチュウオは、かつて他の地域のものと別種か別足とされ、トライキユリスジャポーニカス、あるいは T。 レプトゥーリス・ジャポーニカスの学名が当てられていた。これを太平洋東岸に分布する T ・ナイトンズなどとともに世界の他の水域に生息する T ・レプトゥーリスと東アジアのタチウオを含めてすべて同種として扱われていることが多かった。その後、それらを引用し国際的な FAO の出版物によりタチウオは全世界に一種トライキユリス・レプトゥーチューズとされた。 中村パリン 1993FAO スピーシーズカタログボリューム15しかし以前から異論も多く現在分類学的にはかなり混乱している状態である宮崎大学農学部の岩月らの一連の研究で世界には多くの同胞種が含まれていることが最近判明しつつありタチウオの未制御と考えられてきたものが 全く別の種類の小型タチュウオ類似種群の存在や、形態学的に類似するグループごとに、シノニム関係が現在明らかにされつつあるが、歴史上の命名規約の難しい問題があり、今後の早急な正しい学名の解決が望まれる。売られているタチュウオタチュウオの押し寿司タチュウオのフェタチュウオの、チョリムズリの対象として人気が高い。特に、大阪湾では、秋から、 初冬の節眼時期に人気を集める大将魚で、おかずり、船ずりともに、釣り人で賑わう。おかずりでは、夜に、キビナゴやイワシを餌にした浮き釣りが人気がある。また、ルアーフィッシングも、陸、船とも盛んである。東京湾では主に船ずりで釣られているが、船ずりは地域によって、昼の釣りと夜釣りに分かれ、釣り方や使う道具も変化する。大物は、ドラゴンと称される。 関東地方の東京湾、相模湾でのタチウオの遊魚での船釣りは日中の釣りになる。天秤と呼ばれる仕掛けの投入時に糸が絡むのを防ぐための道具に、重りと全長2から3メートルの1本針か2本針の仕掛けを使う。餌は通常、サバの切り身が用意される。魚群探知機でタチウオの遊泳層を探り、そこに仕掛けを投入し、上下の層を釣っていく。 その日の条件によって、魚の餌への食い方が違うので機嫌の悪い時は、しっかりと餌を飲み込まないので張りがかりさせるのが難しく、また、そこがこの釣りの面白さである。関西地方の船釣りでは、昼、夜ともに釣りが行われる。天夜と呼ばれる針に直に重りがついたものに、イワシやサンマなどの餌を取り付けるタイプの仕掛けが使われる。釣り方は、関東と同じく、 魚の映像を探して、その上下の層を釣っていく。また、ルアを使ってのジギングも近年盛んに行われている。陸からの釣りは夜、街灯のある構内や堤防などが釣り場となる。各地とも秋が最盛期で、電気吹きと葉の鋭い立ちご用に、糸の代わりにワイヤーを取り付けた針に餌をつけて釣る。もしくは、船で使うテニ矢を小型にしたような仕掛けも使われる。 船と同様、タチウオはなかなか餌を一気に食わないので、浮きが沈んでも針にかけるタイミングを取るのが難しく、面白い釣りである。また、船釣りと同じく、ルアーフィッシングも人気がある。主治の調理法で食用にする。肉は柔らかく、塩焼きやムニエル、煮付け、唐揚げなどで美味。紀州、晩州、甘草では新鮮なものは皮ごとの刺身や寿司、酢の物などにも用いられる。 また、和歌山県有田市周辺では、タチウオを骨ごとすりつぶして揚げた、骨くと呼ばれる揚げかまぼこが市販されている。大氷の銀白のグアニンは、模造真珠の原料として使われていた。タチウオは、煮魚や焼き魚として、韓国料理では一般的な魚種となっている。しかしながら、長年の乱獲が、たたり主源が枯渇。 韓国 EEZ 内の漁獲量は減少し続けており、韓国漁船が日韓漁業協定の枠内で日本側の EEZ 内で操業を行うことで供給量の確保がなされる一方、日本国内で漁獲されるタチウオも韓国での需要に応じて輸出されるケースも見られるようになった。いわばタチウオは日韓漁業協定では重要な漁種となっている。 ところが2016年度においては、漁獲量や入魚ルールなどをめぐり、両国間の交渉が決裂。日本側の EZ 内で、韓国漁船の操業が不可能になったことから、韓国内で、タチウオの品薄感が高まり、2016年秋口には、価格が高騰する現象も見られた。ありがとうございます。